はい。皆さん、こんにちは。ジェイと申します。さて、今日はですね、久しぶりになりました。源氏あらすじですね。源氏物語のあらすじを面白おかしく語っていきたいと思います。パート34。榊のその3ですね。見ていきましょう。まず、季節は秋でございます。 富士坪にね、前回さんざっぱらね、もう言い寄りまくってたあの変態光源氏。えー、富士坪に拒否られですね、ちょっと拗ねてしまいまして。で、その拗ねた光源氏がですね、雲林院というお寺へですね、向かうことになります。 亡き母の切りつぼの行為の兄がですね、実は仏道修行中でございました。そして、そこに行った光カルはですね、まあ、リッシーと呼ばれるね、これがいわゆるおじさんですね。えー、亡き母のお兄さんと一緒にですね、いろいろね、仏道修行をやろうとするんですが、 頭の中にあるのはですね、もう、ひえ、藤坪様、なんでや、藤坪様、思うなんでや、言うてね、藤坪のことばっかりなんですよ、いやいや、紫の上のことはどうしたんや、っていうね、もう、紫の上のことよりもですね、もう、藤坪のことばっかり考えるという、もう、残念無念な展開になっております。 ま、あそんな中ですね。まあ、近くでずっと仏道修行に励んでいるね。えー、リッシュの素晴らしい土胸とかを聞きながらですね、光源氏は、いや、じさんの土胸すげえな。でも、俺も出家したいけど、やっぱり紫の上を置いて一人で出家はできないって、ここで紫の上がまた出てくんのかいっていうね。さっきは何藤壺やったんちゃうんかっていうね。えー、こういうのを古文の世界では、ほだしと呼びます。出家のさまた とかね自分がなんかちょ命を絶とうと思っていることの妨げというふうに考えられるんですけどもいわゆる古文常識というやつですね穂だしというものになってると紫の上がいるせいでですね光源氏は死ぬこともそして出家することもできないという状況になってるわけですよまあどっちやねんという気しますけどもまあねなんかもう光源氏らしいですよねまあそしてですねそんな中ですよ みだけでも出そうと、もう一人ぼっちで置いているね、紫の上がちょっとかわいそうかなと思ってですね、光源氏は和歌を読みました。朝自由のと、梅雨の宿りに君を着て、世の嵐ぞ、静心泣きという和歌を読んだわけですよ。これどういう和歌かというとですね、内容としてはこんな感じです。 まあ、梅雨のように儚い住まいに君を置いて、嵐を聞くと心配になるんですよ、という風な感じの和歌を読みました。ちなみに、朝中というのは、朝時というのが生えているね、えー、そういう部分を指すんですけども、朝ジっていうのが出てきたら、基本的には荒廃した、降涼したというイメージ。ま、あだからちょっとなんかこう、錆びれてしまっ ういいいいったた状況ととのをイメージしてもらったらいいかなと思いますまあそういうね、えー、非常にちょっとなんか荒廃したようなところで儚い住まいにね、えー、あなたを置いてというちょっと寂しげな雰囲気を漂わせたような和歌を作ったわけですよ。まあそんな中で嵐を聞くとね、あなたがその嵐に飛ばされてしまうんじゃないかというふうに紫の上のことを心配したような和歌を読むわけですよ。頭の中では藤壺のことでいっぱいなのにね、っていうね。 いや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 っていうね、あんたすげえなっていう、もう多重人格者かっていうぐらいのね、ノリなんですけども、まあそんなね、えー、和歌をもらった紫の上のもとからですね、返事が届きます。 風吹けば、まずぞ乱れる色変わる。朝時が梅雨にかかるささがに。というね、和歌が届きました。これ一体どんな和歌かというとですね、こんな感じですね。風が吹くと、まず乱れて色褪せてしまう。そんな朝時の梅雨にかかる雲の糸のようなものなんですよ、私は。という感じのね、和歌を読んできたわけですよ。まあこれね、結局何が言いたいかというと、風が吹くとね、もうすぐにでも乱れてしまって、 色が変わるような心変わりしやすいあなたということを指してるんですよねこれだから光源氏のことをちょっと皮肉ってるわけですよもうそんな簡単にね心変わりしてしまうようなあなたのことを頼りにしなければいけないねこの梅雨にかかってるようなこの雲の糸のような私不安な私のことをちゃんと考えてくださいよっていうようなね感じの和歌っていうのが送られてくるわけですよ心変わり しやすいあなたを当てにする私は本当に不安なんですっていう風にね、えー、和歌が送られてきました。紫の上の気持ちも非常によくわかりますよね。もうしっかりせいや光源氏という感じがするんですけども、それを見た光源氏が思ったことはね、ね、えー、いやー、ジーも僕に似てきて、 上手くなったなーってしみじみするわけですよ。いや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 、しみじみしとる場合かっていう感じするんですけどね。えー、そんな風にですね、光源氏は紫の上からの手紙を見てね、やはり紫の上も大事だなーとかっていう風になんか謎のしみじみ感を出します。そしてですね、その後、他の女とも実はね、少し文のやりとりとかをしたりするんですけども、えー、教文をですね、60巻ほど読み漁りまして、わからないとこっていうのをね、ここお寺ですから、 からお坊さんたちとかにいろいろ聞きながらですね、ここはどういう意味なのみたいな感じのことをね、いろいろ考えて、まあ結果としてですね、まあいい感じでちょっと自分の中で仏道修行というのができていくような感じなんですよ。 で、しかも、世の中ではね、非常にフィーバーしているこの光源氏、まあちょっと実は最近若干落ち目なんですけども、お寺としてはですね、この光源氏が熱心にね、お勤めをしてくれるということで、非常に光栄だと、嬉しいなというふうにウリーンの人たちは思っているんですが、光源氏の頭の中はね、 いや、ちょっとなぁと。なんか、都に帰るのも嫌で、このまま、このウリーンというところでね、仏道修行したいなとは思うんだけども、やはり、紫の上のことが気になって、もう、いや、やっぱ、帰ろうかなみたいな感じで思うわけですよ。 で、そのね、帰り際です。えー、寺へ山里に光源氏からね、プレゼントというのが送られるわけですよ。ありがとうございますと、えー、こういうふうにしょうもないね、私みたいなド変態をいろいろねめ、こう見てもらって、面倒見てもらってありがとうございますというふうにね、えー、プレゼントを送ったわけですよ。するとね、もうみんなが涙を流して、ああ、光源氏様、光源氏様、いう点を祈りするわけですよ。もうね、その帰りね、いやいやもうハンマー裕次郎かよっていうね。いやまあ、 バキバキを見たことある人ではわかると思いますけどもね、えー。息子のバキと戦っている時にね、裕次郎がね、えー、もう地上最強の生物というふうに呼ばれて、もう今その話どうでもいいか。はい。もうみんな涙を流しながらね、非常に感涙するわけなんですけども、まあそんな中、光源氏というのはですね、紫の上のもとへと帰っていくことになります。そしてですね、紫の上が待っている場所へ帰ってくるわけですよ。 そしてその紫の上を見た後ですね少し見ないうちにねいよいよいい女に成長している紫の上を見てですね光る現地としてはこんな魅力的な紫の上が私に先ほどの和ですね 色変わるの歌を呼んだのかと思うとですね、もうますます愛おしい気持ちになりまして、親密にこの後ね、無茶苦茶に、せっかくそすみたいね、えー、話を楽しみながらですね、この後むちゃくちゃにするわけですけども。<laughs> <laughs> はい。というね、えー、状況になります。まあまあ、だから、紫の上と光源氏の中というのはそんなに悪くはないんですけども、まあ、光源氏としては、ちょっと藤粒との中というのがうまくいっていないというのが一つあるのと、あとはやっぱちょっとね、最近若干こう、出家しようかなという思いが出てきてしまっているというところがあるので、まあどうしてもですね、まあちょっとふらふら、ふらふらしてしまうという形は、実はちょっとね、存在してしまいます。 ま、あその後ですね、えー、この紫の上とむちゃくちゃにね、した後に、えー、その後ですね、ま、あむちゃくちゃしたかどうかっていうのはちょっと僕の妄想も若干入ってるんですけども、ま、あでも絶対してると思いますが、ヒカル玄師はですね、え、宮中の藤壺に対してですね、えー、ウリーンでね、取ってきたこのもみじの枝というものをプレゼントするわけですよ。そしてそのプレゼントを見たね、女房たちというのは非常に感動するんですけども、枝の先にね、踏みがついてることをちょっとチラッと発見してしまうわけです、これ藤壺。富 あらみたいな。光源氏様から頂い,いた、なんかこの、もみじの枝になんかついてるわ、みたいな、もう明らかに手紙なわけですよね。で、それを見た藤壺はですね、もうこれを見た女房たち気づいてないわけがないんですよ。 んで、気づいてないわけがないんですけども、やっぱりね、富士ボとしては、ね、キリツボインの奥さんやったわけですから、もう今ね、キリツボインが亡くなってるとはいえ、その息子とね、なんかまたね、やらしい関係になってるみたいなこと言われるの嫌じゃないですか。だから、女房たちがね、こういう光源氏から送られてくるものに手紙とかついてるのを見たら、 もうなんて思うのかしらという風うに考えると、もう光源氏いい加減に諦めてほしいわけですよ。だからもうね、不快な気持ちにちょっとなっていってます。で、もうこの辺からですね、もうだん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 ちょっとね、富士壺はね、本格的にちょっと光源氏に対してやや不快な気持ちというのが強なってきてんのかなというね、えー、感じがします。それをですね、全然、 読み取らない光源氏っていうね、まあいい意味でも悪い意味でも基本的には空気を読まないというね、非常に残念な性格をしてるわけなんですけども、うん。まあちょっとね、富ツボはかなり嫌がってるというような状況でございます。そしてですね、えー、その後ですね、しばらくしまして、富ツボがね、えー、宮中からちょっと帰るという日がありまして、で、そのね、帰るという日に光源氏はですね、宮中に向かうということになりました。 ねね、あんまりね、スねたばっかりでね、そのツ壺と距離をとっててもしゃあないしということで、えー、ヒカは宮中にふわっと行くんですけども、やはりね、宮中に来たら、まずは、スザクテのお兄ちゃんですね、味方のもとへ行ってですね、こう、いろいろなお話というものをしていくことになります。で、その中でね、えー、光はね、この、 なんていうか、ミカドとヒカル文、このね、えー、お話の中に出てきたのが、なかなかね、一つね、すごい、すごい話が出てくるわけですよ。えー、それが何かというと、えー、実はスザクテのお兄ちゃんですね。 ヒカルゲンジと、あのね、えー、例のヒカルゲンジがですね、ちょっと無理やりにやってしまったのがライブ、ライブ、みたいなね、してしまった、おぼろづくよとヒカルゲンジとの仲というものを実は知ってました。まあ、それはね、今までのあの、ゲンジの面白争いの中でもね、ちょっと喋った話ではあるんですけども、おぼろづくよ自体もですね、ちょっとかなりヒカルゲンジに対して未練を残している状態ではあったので、まあ、そんなもん、ま、簡単に気づくだろうという形なんですけども、 ここでね、ミカドはね、めちゃくちゃ優しいんですよ。以前から二人がそういう仲なのであれば、もうそれは仕方がないと。まあ、自分とね、なんかこう結婚するような関係になってから、改めてなんかその光源氏がなんかこう、いい奪うみたいな感じになるとね、このエノトゥーみたいな感じになると、大変やけど、まあ、そういうね、ミカドの元に来る前からそういう関係であるのであれば、まあ、どちらもね、お互いに非常に素晴らしい 人物やからまあそれは仕方がないと無理に強いてという単語をですねこれ原文の中では使ってるんですけどもスザク天皇は無理に思い込もうとするわけですよもう咎めもなくねもう優しすぎるでしょもう,もう非常に優しいんすよ このね、もう、スザク天皇。そこに痺れる、憧れるという状況になるわけですよね。まあ、そんなスザク天皇とね、実はこの光源氏というのはですね、その後、様々な話で盛り上がりね、なんと実はね、あの、六条の宮ころの話も出まして、で、この六条の宮寸んところと光源氏がですね、え、実は、なんかそういうね、恋仲になってたみたいな感じの裏話とかもですね、このあ、 と、二人でね、実は喋るんですよ。 で、それぐらいですね、何でもかんでもいろんなことをお話ししたというふうな感じで原文には書いてあるんですけど、それぐらいね、光源氏とこのスザク天皇というこの二人の仲自体はね、非常に仲がいいことがわかるんですよね。めちゃくちゃ仲いいんですよ。で、めちゃくちゃ仲いいねんけど、このスザク天皇のお母さんがあのね、光源氏が大嫌いな光源氏をすごい敵視しているあの古記念の女王です。古記念の女王なんです。だからね、政治的なものがか 関係してくるとどうしてもうまくいかなくなってしまうんですがそういうのを抜きにしたプライベートな関係で言うと光源氏と朱雀天皇っていうのはね実は非常に仲のいい兄弟なんですよね。 ま、あそれがね、非常によくわかるという場面が今回は描かれているという状況です。で、その後なんですけども、ちょっと光源氏がですね、えー、方の元からちょっと立ち去ってですね、じゃあちょっと藤ツボのとこに行ってこようかしら、みたいな感じでね、ま、あ藤ツボのとこに行くとは言わないんですけども、どちらかというとね、あの、東宮の面倒を見たらあかんのでと、ま、あ自分ね、光源氏は、東宮の貢献役ですからね、ま、あ後ろ見、いわゆる、ちょっとサポートしないといけない役割なので、ちょっと行ってきます、みたいな感じで 行こうとした時にですね、え実は古記念の女房の甥っ子とね会うことになるんです。ちょっとすれ違うことになるんですよ。だからその時にですね、このねちょっとねファーッと出て行った時に、光元治に対してねこの甥っ子がですねこんなことを言います。発光火を貫ぬけり、対し落ちたりという表現をねいきなり光元治に投げかけてくるわけですよ。 で、これ何かというとですね、実は、あの、漢文のね、四季と呼ばれる漢文の内容なんですけども、えー、四白大使っ、えー、四白大使大使ですね。えー、という人物と、もう一人ね、えー、四角経過っていうね、経過という、いわゆる殺し屋さんがいるんですけども、そのね、えー、四角の人間との、このやりとりが書かれている話があるんですけどね、その中で出てきた、実は、セリフなんです。 で、そのセリフの内容というのを非常に簡単に言うとですね、ここに書いてますけども、ヒカルには謀反の心というものがあるみたいなことをですね、光カルに対してわざわざこの当てこすった感じでね、投げかけてくるわけなんですよ。 で、それを聞いた光源氏はね、かなりムカッとするんですけども、なんでやねんと、スザクテンと僕はこんなに仲がいいのに、そんな無本の心なんかあるかいみたいな感じでね、かなりちょっとイラッとするんですけども、まあ、古記伝の女王がね、まあ女王っていうか今は交代号になってますけども、 小気伝がね、後ろにいますから、バックについてますから、ちょっとあんまいらんこと言って、居酒屋お子さんとこうって言って、ここはぐっと我慢してね、えー、そのままスルーしていくんですけども、まあこの謀反というのはね、やっぱりちょっとあの、おぼろの一件もちょっとあるとは思うんですよね。まあ、それもありつつ、さらにね、やっぱりまだ、性的として見られてるわけですよ。 このスザク天皇の世の中っていうものをなんかちょっとこう揺るがすんじゃないかというふうなね、えー、ちょっとそういう性的というふうにも見られてるところがあるので、えー、かなりですね、敵対心というものが強いというのがわかります。まあ、ちょっとね、やっぱり紫の上、紫の上っていうか紫式部よく書いてますよね。 そのプライベートでスザク天皇と光源氏が仲のいいというのを書いたすぐ後に、いや実は政治的な争いになると、この光源氏とスザク天皇っていうのはなかなかうまくいかないんですよというふうに表現している場面なんですよ。なかなかちょっと面白い描写というか表現だなというふうに思います僕はね。 うん。さあ、この後一体ですね、ヒカルはどうなっていくのかというね、次回予告をさらっとだけしとくとですね、次回、実はヒカルに対してあのおぼろづくよからですね、手紙が届きます。 そして、その手紙を受け取った光源氏は一体どうなっていくのかというところをですね、また次回見ていきたいと思います。えー、次回もね、えー、少しちょっと早めな段階でね、ちょっと更新できたらなというふうに思いますんで、えー、皆さんまたね、ぜひ、えー、ゆっくりご視聴していただければと思います。ということで、本日はこの辺りにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。 そして、えー、源氏のねも、源氏物語のあらすじの面白がたり、えー、楽しみにしていただいた方、本当に遅れて申し訳ございません。えー、またね、えー、ちょっと自分のペースではありますけども、えー、少しずつですね、この源氏のあらすじの方もですね、語っていきたいと思いますので、またぜひよろしくお願いいたします。面白かったという方はですね、ぜひ高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。それでは、古文はエンタメだぜ 拜拜。Bye bye.